どうもどうもミラ夫婦です。はい、今回はじゃあ何でしょうか。大変遅くなりましたが、今回は5月の月間生活費報告になります。6月が終わろうとしてるんですけど。本当にね。5月のね、あのタイミングがちょっとねなくて。はい。で、あのこんな遅くなりました。はい、すみません。ということで、その前にチャンネル登録、コメント、グッドボタン、まだまだよろしくお願いします。古民家。田舎暮らし。はい、頑張るぞ。久しぶり。ということで、やっていきましょう。まあ、じゃあよろしくお願いします。はい。それではまず、合計金額からですね、はい、行っていきたいと思います。5月の、生活費の合計金額が427,977円となっております。すごい金額になっております。ね、高いですね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、内訳の方言っていきたいと思います。はい、まず住宅費、12,000円。はい、こちらは家賃が10,000円に自治会費が20,000円となっております、はい、で続いて水道光熱費、はい、21,127円、はいはい、水道代が2,442円、うん、電気代が8,744円、うん、ガス代が9,941円、はい、だいぶ下がった気がしますね、うん、これね、うんうん、で続いて通信料、うん、13,004円、こちらはケーブルテレビ代が7,060円、うん、で携帯代が2台合わせて5,944円となっております、はい、で続いて保険料、うん、8,568円、うん、こちらママの生命保険になります、うん、で続いて車両費、はい、92,400円、うんうん、エクストレイルの保険が9,680円、パパの車ですね、はいはい、アクアの保険が8,720円、うん、で車税が2台合わせて74,000円となっております。車の税金がね、うん、5月はね車の税金があるので2台分でねうちは74,000円となっております、うん、で続いて交通費、32,803円、うん、はい、ガソリン代が29,843円、うん、うん、で ETC 代が2,960円となっております、はい、で続いて食費79,597円、うん、もう何も考えてない感じがすごいピシピシしますね。めっちゃ増えたね、うん、食費が61,343円、うん、で外食費が18,254円、うん、うん、すげえ増えたなね、2万ぐらいになってる、2万ほぼ3万くらい増えてる、うん、ね、うん、ね、気にしなくなった証がここに現れております、うん、ちょ気にしなくなったというか撮影のために弁当とかあんなん買ったりとかして、ね、あ、そう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 なんですよね、うん、それでね、うん、だいぶ高い、うん、時間がないんですよ作る、うん、で続いて日用品、うん、4,840円、うんうん、消耗品ですね。ここら辺はねなんかあのまとめ買いしたところのやつがねだいぶ聞いてきてる、そう聞いてきてる感がありますね、うん、で続いてペット費、うん、1,873円、うんうん、食費が677円で猫砂が1,196円、うん、こちらもまとめ買いしているあのご飯代分がねあのこ聞いてるんじゃないかなというふうに、浮いてきてる、うん、思います。浮いてるか、まあ、先払いしてる、あ、そうそう先払いしてるのがね、うん、で続いて被覆費、うん、12,260円、うんうん、全部ママの衣装代ですね。ヨガパンツとかあのピチッとしたあの T シャツとかコスプレ代とかね、うん、まあこれは序章じゃけね、序章ですね、うん、5月はまだ少ないね、まだ全然、6月はバカみたいに使ってるんで、そういくらになっているのでしょうか、うん、という感じ、僕もちょっと怖いぐらい使ってる確かに、うん、でこれがねあのなので12,260円がもうママのあの YouTube で着ている衣装代という感じ、うん、5月分ね、うん、で続いて美容費、うん、9,550円、ママがねやっと美容院に行った代が8,250円で、うん、ま、パパの散髪代が1,300円、はい、はい、で交際費、うん、3,963円、お土産とか、お土産とかか、配送料、送料、あ、はい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 、うん、だと思われますこれね。で続いて娯楽費、うん、19,903円、うん、はい、タバコ代が10,060円、うん、でゲーム代が7,623円、うん、で温泉に行ったのが2,220円、うん、2回温泉行きましたから ね、 ね、うん、で、続いて雑費、うん、108,294円、うん、うん、ほとんどブロックとあれじゃ、そうですね、 DIY あのブロックとあのウッドデッキの板、うん、板と1x4と 2x4 の板ですね、あれで
ペンキも買ったな。ペンキとなんか釘とかもかな、うんうん、そこら辺で、10万531円で、畑の、土やら種やら苗やら、うん、で5453円、うん、でその他が2310円、うん、なんだろうねその他ね、うん、これ週間見ないと分かんないやつですね。で続いてその他、うん、7791円、うん、まあねここら辺は、雑費がもろもろと入ってますよっていう感じ、うん、で合計が427,977円となっております、うんうん、で続いて収入、こちらの収入はざっくりとですね、パパの収入が154,000円、うん、でママの収入が171,000円、合わせて325,000円でした、うん、で出費と収入と差し引くとマイナス102,977円マイナスね。はい、マイナスね。だから、かかった費用が427,977円で、うん、その収入と引いたら、うん、マイナス102,977円。はい、まあ、そのうちのね74,000円は謝税なので、うん、謝税がなかったらまあ3万くらいは、まあね、あの使いすぎ、うん、使いすぎというかね、あのマイナス分かな、うん、っていう感じ。もっと赤字になると思ってた、ね、そう、もっと赤字になると思ってたんですけど、うん、あの DIY 費が何せ10万超えてるので、うん、すごい使った感があるんですよ。だから結局めちゃくちゃあれなんかなと思ったら3万とか、まあ、4万ぐらいか、そう4万いかんぐらいで謝税関係なく10万くらいマイナスだと思ってた、うん、そうそうそう、うん、そう思ってたんだけどね、やっぱりあの光熱費とかその辺がそう安くなってるんで、そう電気代がね、うん、前、4月がね15,000円とかだったので、もうほぼ半額くらいになってますね。光熱費が先月が3万3,000円、4月が3万3,000円が21,000円、もう1万円ぐらいあるか、うん、水道代は変わらんのでね、まあうん、意外とね、あのだから結局ね、あの皆さんあの月間のこの生活費見るのが初めての方多分多いと思うんですけど、うん、まあ、やってる感じだとやっぱりね、あの住宅費がねやっぱ1万円なんで、うん、あの家賃というか ね、うん、なんで、うん、あのめっちゃ浮きますよ。そうですね、うん、自治会費がまあ高いといえども、うん、家賃と合わせたらね毎月12,000円なので、普通に都会とか、まあ、都会じゃないにしても住んでたらね、一人暮らしでだいたい5、6万とかね、5、6万はかかるじゃないですか、うんうん、あのなんだここら辺 で、ね、そうアパート借りても結構5万とかかかるんですよ、まあ、全然かかる、うんうん、だからでちょっと都会に行くとね、ちょっと広い部屋借りるかな、10万とかね、10万とか、うん、それこそ7万とか8万とか行くじゃないですか、うん、で丸々じゃないけど今1万円は払ってるんであれなんですけど、うん、その分がバーンって浮くんでめっちゃね、あの自由なことできますよ。そう、うん、なんであの賃貸でね、古民家借りて田舎に移住っていうのは、うん、すごいおすすめです。そう、周りのね、お金はかかるけどね、他のことで。まあ確かにね、うん、周りの環境とかを確かめるためにね、私たちも最初賃貸でっていう感じで入ってきてて、うん、いや、もともとは違うんですよ。賃貸しかここがなかったんで、賃貸でも本当は買いたかったんですよ。あの買い取りのあの古民家探してたんだけど、ここの古民家がもうここだって思っ、まあ、一発目に思ったんですよ。でだけどその賃貸しかなかった、賃貸しかなかったんですよ。そう、うん、だから賃貸で、まあ、まあ賃貸だけど仕方ないけど、まあ、賃貸は賃貸の良さもあるだろうということで来たんですよ。で、まあ、最悪ねその場所に馴染まなかったら自分たちがそうそう、うん、あのまあ解約してまた元の生活にも戻れるしみたいなところがあったんで、うん、でもあのいいですよ、ね、すごくあの、うん、いいです。なので田舎暮らし考えてて、うん、なんかなかなか勇気が持てないんですっていう方は、うん、あの安い賃貸ね、うん、あのすぐに入れる物件とかも あの、うん、あったりもするので、うん、僕らは結構かかりましたけどね時間が、うん、見つけてから 半年言わんか4月、うん、結局5ヶ月ぐらいはかかったんじゃないかな。かかったね、うんうん、8月に契約して入ってくるのね、3月とかだったんで。いや、それを言ったらもっとよ。だっけ契約とか見に来てからだったらものすごい4月ぐらいに見に来たんじゃない、うん、ほんで契約が8月とかだったろ、うん、で実際に完璧に移住ってだったら結局3月だけ、うん、丸1年ぐらいはかかったんですけど来るまでにね。まあまあ契約はまあ半年もかかってないから4ヶ月5ヶ月ぐらいか、うん、まあでもいいっすよ。その分結局他のことにお金を回せるんですごい助かります。
うん、でまあ少ないかもしれんけど、少ない少なからずね、その家主さんの方にお金が行くんで、うん、うん、いいんかなと思いますね。うん、まあ、なんせ、ね、好きなことにお金使えるんで、そう、いいだいぶ好きなことにお金を使っておりますし、うん、僕らは基本的にはその DIY に結構お金つぎ込んでるんですけど、うん、それはもうはっきり言って YouTube の動画を撮るっていうのもあるし、あとはまあ、一石二鳥みたいな感じはあるんですよ。自分たちがやりたいことをやるみたいな、うんうん、なんでどっちみちやらなきゃいけないことやってるけどね、はい、うん、まあ、ウッドデッキはやらんでもいいって言うけど、そう、ウッドデッキはね、うん、やらなくても別に良かったんですけど、だからお金を全然使わないっていう選択も全然あるんで、うん、そしたらねだいぶね、そう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 、浮く畑代とかもね、そうそうそう、最低限とかに抑えてしまえば、うん、全然ねかからないことはかからなかったりするので、うんうん、僕ら特にね、2人とも時間がないんで一緒にいる時間も少ないんですよ。なんで畑なんかもね、うん、そんなにお金これ使ってる方だと思うんですけど、そんなに使わなくてもいいやり方とかもいっぱいあるんで、うん、うん、だからね、時間があればそうすればいいし、そうそう、みたいな、うん、生ゴミで堆肥作ってとか、枯れ落ち葉拾ってきてね、すき込んでいくっていう、雑草とかもね、うん、やり方もあるので、うん、そういうので肥料にしたりとか、うん、だからお金をかけないやり方っていうのは時間があればできると思うんで、僕ら時間がないんで、そうなので土買ってきて、うん、まあ、どっちみちねここの畑土が足りないので、うん、そうそうそう、足していかなきゃいけないからっていうのもあるんですけど、うん、まあでもまあそれでもまあ結構ね、うん、お金かかってかけずに頑張ってやってる方だと思うんですけどね、うんうん、まあその大きいリフォームとかしてないからね、うんうん、なんでまあ楽しみながらできますよっていうことで、まあ毎回、まあ、お金を本当に使わなかったら20万前後で全然生活余裕でできます、うん、できると思います。そんなにもかからないと思います、うん、もっとあれすればね、一人だったら余計にもっとかからんと思うし、うん、僕らペットもいるんで、そう、そこら辺もね、うん、まあどうしても水道光熱費と、まあ、ガソリン代とかね、うん、車の維持費とかがかかるっていうのは最低限あるかなっていう、まあ、ガソリン代はね、うん、でもガソリン代も今回高かったね、でもまあ前回も2万1万円ぐらい増えてる、うん、ちょっとね、うん、1万円ぐらい増えたんだ、なんでかね、タイミングか、ただ多分タイミングでしょうね、1万ぐらい増えてるね、これはあれじゃん、年間じゃん、これ高いの、ね、これ年間だ、あ、多いな、なんでだろう、ガソリン代いろんなとこ行った、いやそんな行ってないだろ、わしが出勤するときにわしの自分の車で行き過ぎたんかな、あ、それももしかしたらあるかもしれんね、あ、うん、あ、でも結構行ってるんかもしれない、休みのたんびに、あ、そうだ、木材買ったりするのに行ってるからね、行ったり来たり行ったり来たりするけ、うん、そういうのもある、うん、あるある、うん、まあそんな感じです。なんで、まあ、今回 その5月分に関してはマイナス10万2977円、課税がなければ3万円ぐらいで収まってますよという感じです、うんうん、これだけ DIY しとって十分じゃろね、確かに、うん、DIY せんかったら逆に言えば7万8万ぐらいは貯金できること、ね、確かに、ね、うん、うん、ね、すごいよね、そう考えたら、うん、で全然我慢、今回とか、まあ、5月ぐらいからはもう全然我慢してないです、何も、そうなんですよ、もう節約をしようとかそんな感じでやってないです、まあ、もともとあんまりしてないですけどね、うん、してないけど電気代くらいですね、気にしてるのね、うん、ただ食費に関してはもう昼に2人が休み、じゃ2人じゃないわ、土日しか撮影ができないんで、うん、もう昼とか夜とかは弁当とか外食とかでも時間をかけなくて食べれるものでやってるんで、うん、ちょっとね、それが、うん、食費として、食費というか外食代と食費で多分ね上がってきてんだろう、うん、だいぶかかったなという印象ではあります、うん、じゃないと、うん、そう、でもそうしないとちょっとね撮影が厳しいんですよ、やっぱり1週間分をねやっぱり土日だけで撮るっていうのは結構きついんで、ということで、まあ、今回はそんな感じかな、はい、うん、で、ここでちょっと報告がありますということで、はい、今回、1年2年ぐらいか、だから2年近く2年もやってないか、1年移住前を合わせたら結構、うんうん、2年ぐらいやってますね、はやってるんですけど、うん、月間この生活費、前までは先月までは週間もやってたんですけど、うん、週間もやめて月間をやるよっていう
話で言ってたんですが、ちょっと月刊も今回この動画が、この5月分のこの動画、今放送し、撮ってる動画があんまり伸びないようだったら、もうやっぱりちょっとこのお金関係のことも、需要がないっていうことで、もうやめようかなと思ってます。はい。うん。で、まあ、まあこの動画を見てくださった方で、どれぐらいかかってるとか、聞きたいなとか、質問したいなっていう方がいれば、なんかコメントかなんかで、はい、連絡くれれば、全然クリアにこう教えるというかね、はい、お伝えできるので、自分たちのためにデータというかね、うん、これは取っていっているものなので、やっていっているので、うん、それはなんですけど、動画としてアップするのはもう今回これで最後になるかもしれない。うん、まあ多分ほぼもう最後です、ね、基本的にやっぱねDIY とかママを中心にしたもの、うん、コスプレとかそういうのじゃないとやっぱり数字が伸びてないので、なんでここで一回ガクンと下がっちゃうと次の動画とか前の動画にすごい影響が出るので、ちょっとこの月刊っていうのは月刊生活費か、うん、っていうのはまあ放送をもうこれで終了しようかなと思っております。はい。で前まではねこれ結構まあ良かったんですよ。そう、うん、お金関係は結構他の動画に比べて再生数とかね、再生数も伸びてたし、で、うん、登録者数も、ね、増えてたんですけどね、確実に増えてたんですよ、うん、なんだけど、まあ、今の最近の動画と比べるとやっぱりすごく劣るので、うん、10分の1にもならないんで、うんうん、だからもうちょっとやめようかなっていう決断をしましたので、はい、楽しみにね見てくださってた方、うん、この月刊の方ね、月刊の生活費の楽しみで見てくださった方には申し訳ないんですけど、今回でちょっと最後にしようかなと思います。はい、で僕らもこれやった方が楽なんですよ。そうなんですよ。楽なんですよ、うん、けどね。室内で撮れるし、時間関係なく撮れるんで夜でも。なんですけど、やっぱり需要がないと、放送する必要もないので、必要もないのかなっていうところもあるので、うん、今回はもうやめるという決断をしました。はい、で、今ね、合わせて、古い動画、もう2年近く動画、毎日じゃないけど、まあ、配信してるんですけど、古い動画で再生数が、もうそれこそ1000に満たないやつはもうほぼ消してるんですけど、その1000に満たないやつが、ほとんど月間のこの生活費なんですよ。ああ、そう、消したら月間がキュッてこうまとめて、そうなんですよ、出てきちゃったりしてるので、うん。そうなんですよ。だから低い順に見ていくと、何月の月間、何月の月間生活費とかばっかりなんで、うん、で、それも、まあ正直、消そうと思ってます。過去のね、動画は。で、やっぱりその悪い動画をちょっと残しておくと、チャンネルに悪影響になってもダメなので、それもちょっと消去していこうかなと思ってます。なので、まあ、それぐらい、まあ逆に言えば今となっては需要がないコンテンツになってしまってるのかなっていうので、うん、ちょっとそこを見直してね、やめることにしましたということです。はい、うん、ぐらいかな、うんうん、それでは、まあ、その報告終わったので、はい、終わりましょうかね。はい、それではチャンネル登録、コメント、グッドボタンもどうぞよろしくお願いします。グッドボタン、ありがとうございました。めっちゃ溜めたね今ね、なんか久しぶりすぎて確かに